こんにちは、はらぺこツインズ姉のまこと妹のあこです。見てください、このてて UFO の爆盛りバーレル。これもうニュースサイトで見た時から私ずっと食べたくて、関東では発売されないっていうのを見て、まあネットとかでは多分買えるんやろうけど、スーパーとかで買いたい早いから、ね、どうしても食べたくて入手しました。イエーイ。もうね、焼きそばといえば私たち三重県出身なんですけど、 UFO なの。そう、そうなのよ。ペヤングは大学の頃に知った、関東来て知ったもん、うん、知らんかった存在よ。ずっと UFO 食べてきたからね。え、三重おる時 UFO で育ったから、うん、今回はね、このバグモリーバーレルで早食い対決をしていきたいと思います。その対決最終シリーズ3、10、ダーン。いや、これで記念すべき回に持ってこいの商品やと思いまして、こちらを選ばせていただきました。前回の動画でも言ったんですけど、早食い対決、双子対決はこの先も動画で続くんですが、この第30弾で区切りたいと思います。この勝敗制度は一旦30弾で区切らせていただきます。なので今回15勝14勝なので、アコが今負けているので、勝ったとしてもイーブンになる。そうそう、私からの提案なんですけど、私を応援してくれてる人もおるわけです、中には、うん、だから私が勝ったとしてもイーブンにしかならないってことは、もう勝つことはないってことだよ。それはどうなんやろうと思って、うん、だから今回勝った人は2勝、うん、いいやないか、受けて例えないか、受けて例えないか。じゃあ今回勝った人は2勝ね、逆転する可能性もあるってこと。そう、これが勝った人が本当のこの勝率の双子だけど制すると。まあ、この時も普通に通できますが、どうぞ今回の戦いに注目していただければと思います。はい、ではレッツゴー、ゴー。はい、段ボールから出してきましたー。すごい迫力。爆盛りってなってて、厚さがね、普通のイヤホンより全然違う。めっちゃ分厚いんです。すごい。一旦これを作っていきたいと思います。爆盛りバーレル、これね、麺2玉分あるので1個の UFO で、まあ、2個分の UFO が楽しめるということで、単純に2個食べると、まあ、4個の UFO が食べ終わったという状況になるこのバーレルでございます。開けたら麺がこんな感じで、あ、2個なんや。麺が2玉入っている、見えるかな。わ、すごい。と、焼きそば専用揚げ玉と爆盛りバーレルソースが入っております。お湯を 860ml 入れて3分待つと、あ、こんな感じ。嬉しいところが、このキャベツがもうすでにインされているということ。そしてここに、そうそう、難しい匂いがする。入れまーす。うわ、太麺や、懐かしい。うわー、超美味しそうやね。こんな感じです。どうでしょうか。出来上がりました。素晴らしいです。で、食べる直前に揚げ玉を、おいっ、できました。もう UFO のめちゃめちゃいい香りがしております。今回は1人3つ先に食べきった方が勝ちで、残り2つは動画内でね、ちょっとゆっくり美味しく食べたいと思います。あー、緊張する。これで勝ちと腰が決まるのね。先にいただきます。だけいただきます。いただきます。あ、箸持つの、もう、うん、こうやっていく、いくから。お、臨戦態勢、臨戦態勢入っとるから、私も臨戦態勢入るわ。よーい、スタート。ちゃんと、これは混ぜやがった。どうする、うわー、レブリーブや、ちょいさ、うん、
しい。かき混ぜるのが難しい。しまった。いやー負けた。じゃあ結局16でも、もう一勝していいなら17、嘘、16対13で一旦初戦シリーズ終了なんですけど、勝ち越しました。勝ち越しました。いやでも美味しい、めっちゃ美味しい。UFO いつぶりに食べたらやろうっていうレベル。大学ぶりかな。うん、いやほんと関東ってさ、ペヤングとかしかさ売ってないやん。別にの否定しとるわけじゃなくて、もうこういう濃い味のもちもち麺が好きやから、うん、好き。美味しすぎて感動した。一口目パサパサ感とか一切ないの。一切ない。もっとりもっちり。これ常にこの大きさで出してほしいね。これさ今バーレルやん、うん、バーレルのもう一個ボックス、うん、ボックス爆盛りボックス出してほしい、うん、待ってます。日清さん
めっちゃ美味しかったです。美味しかったです。いや最高。ちょっと後のね2個ねゆっくり食べたいので今から作りたいと思います。はいはい、プラス2個準備できました。はーい、4つ目のバレル UFO でございます。わー、できたてや、嬉しい。ちゃんと混ぜれて、あ、すごい、ちゃんと、混ぜ、ゆっくり混ぜれるから、うん、天かすが飛び散らんね。天かす飛び散った？すっごい飛び散った。見えるかな、この UFO が好きな人はこの匂いが伝わって食べたくなりますように。うん、ほんと美味しいね。家の中で誰か一人が UFO 食べたらご飯 UFO って決まるやん。決まる匂いで、ほんとにそれぐらい魅力のある香りしてます。濃いソースやからさ、ほんとに甘くて、うん、めっちゃ美味しい。濃くて美味しい。揚げ玉もサックサク。ここでアジアンのマヨネーズー。いやもう UFO といったらマヨネーズ。うん、たくさんかけてください。じゃじゃーん。もうこれぐらいマヨネーズかけたらね、美味しいもんね。え、ほんとなんかね、UFO にね、マヨネーズってどんだけかけても美味しいの。うん、びっくりするぐらい。わかるわかる。うわー、もう絶対美味しい。ほんと懐かしい。このマヨネーズの感じが懐かしい。この小中高の思い出がすべて蘇るよね、これ。あ、この色ね。そう、ちょっとだけ固まるのね。すごいね。すげえかな。うん、頭抱える美味しすぎて。いや、もう本当に美味しい。もう UFO にマヨネーズでも本当に最高なんよね。UFO の教会あるな、入りたい。本当にね。うん、本当にちっちゃい時から食べてるから。うん。もうカロリーがね、このマヨネーズのカロリーがね、もううまいことこの UFO 選手に加わりましても最強のコラボですね。うん。5個目はリッチに卵を投入したいと思います。イエーイ。じゃあ、ね、2玉あるから2個使っても合法なんや。そうだ、合法。うん、違法とかないけど。うわ、やばい、卵が。うわ、出会った。見えてないかもしれんけど、てってーてってー。私一回こういう贅沢な食べ方してみたかったんや。めっちゃまろやかになるね。ちょっと濃い味は苦手って人は卵入れるといいかも。優しい味に変わるよ。でも私 UFO の味大好きやから、うん、全然卵なくてもいける。やっぱマヨネーズが一番やわ。うん、最後の一口。ごちそうさまでした。いやー、美味しかった。もう人の対決は忘れるレベルで美味しかったです。これはね、本当に好きすぎるから、動画外でまた時間が経ってから何日かしてこれもう大事に食べたいと思います。あと1個、UFO のね、美味しさは知っとったんやけど、うん、でも改めて痛感した美味しさ。もう麺がもちもちやし、この味がもそう、濃い濃い濃厚ソース、このソースが本当に美味しい。 UFO でしか加減ソースなの。そう、このソースは匂いでやられる人めっちゃおるやんか、うん、もう本当にね、美味しいし、やっともう、うん、ソースが液体ソースっていうのが私はめっちゃ嬉しくて、ダマにならないよね、うん、しかもソースにちゃんとね、
油が入っとる、いい油ね、うん、だからこってりでコーティングされてパサパサとかならないし、ほんとしっとりもちもちの、うん、もうカップ焼きそばと思うやんぐらいのレベルが美味しいのに、うん、もうこれがね2倍になったってほんとに嬉しい。さらにこれどん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 空間化していってほしい、うん、バイ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 とね、うん、サブ対決はですね、過去が勝ち越して終了ということになりましたけれども、どうでしょうか、長い30戦という戦いでしたが、とても良い戦いだと思います、はい、次も頑張りたいと思います。私はこの負けを糧にして次からも頑張りたいと思いますので、皆様応援の方よろしくお願いいたします。お願いいたします。バックモリバーリル食べれてとっても美味しかったです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画いいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。ツイッターとインスタグラムもやってるので、よかったらフォローお願いします。バイバーイ。うわー、もう吉本新喜劇見ながらもう UFO 食べる懐かしさよ。マヨネーズがやっぱ一番おいしい。マヨネーズめっちゃ入れて食べてほしい。関西の方は絶対わかるよ、吉本新喜劇見ながら UFO 食べるんやの、ね、ヒゲじい。そらないわね、キーッ